はアリストテレス、万学の祖と呼ばれており、今回はロケットエンジンを研究している人物を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学工学部宇宙航空システム工学科小林健二准教授の研究室じゃ。一体どんなことを研究しているのじゃ。うちの研究室はロケットエンジンについて研究しています。これがですね、将来の宇宙像なんですけども、皆さんご存知のようにですね、将来には宇宙ステーションを設けようとか、月や火星にして基地を設けようと考えています。でそういった場合で地球から多くの機材を運ばなくちゃいけないんですけども、いかに安くですね運べるかが大きな鍵になります。そのためですね、ロケットに関しては再使用できるということと、空気で利用できるといったことが大事になるかと思います。ロケットについてですね、ほとんどがですね 80% 以上がロケットの燃料になります。でこの酸素をですね、いかに使えばですね、結局は貨物が多く積めるわけで、そういった意味で空気利用というのは大事になります。それで最近はですね、最終型のロケットとしてこの1段目だけをですね、地球に帰還してやって、で再使用としよう、そういった計画がなされています。でここにですね、現在研究やってます、空気利用できるラムロケットと、そういったものができればなと考えております。でここに普通のロケットエンジンが積まれているわけです。でここにダクトがありまして、でロケットがですね、高速ガスを噴出する間、その力を借りてですね、周りから空気を吸い込んでいきます。でその中にですね、このロケットのエンジンのところで水素をですね、多めに入れてしまえば、またこの酸素と結びついてですね、再燃焼できます。でそれで多くの空気をですね、一瞬にして燃やしてやって、水力を増やしていけると、そういったこともできる。で水力を増やせればですね、結局はその分だけロケットエンジンが小さくできるということになりますので、最終的には搭載できる燃料も減らせると、そういった利点があると思います。ふむふむ、そのロケットエンジンを作るために日々どんなことをしておるんじゃ。うちの研究室ではですね、2つのことをやっているんです。1つはですね、エンジンの中のシミュレーション計算、あともう一つはですね、飛行解析の計算を行っています。ロケットエンジンと空気が入るところのところを取り出してですね、コンピューターでシミュレーションを行っています。これが計算結果です。赤い部分がロケットからの高温ガスの流れで、青いところが空気の流れといったところで、ここでクロスになってですね、混じり合っていると、そういったことによって短い期間でもっていかに混合できるかといったことを結果で計算やっているわけです。でこれがその混合の比較を得たもので、このミキサーがあるとですね、下の結果にあるようにこの混合する領域が広がっていて、でそれによってですね、短い期間でもって水素を燃やすことができますので、エンジンの長さも短くできて、で当然エンジンとしても軽くできると、そういった利点があります。こちらで飛行解析といいまして、ロケットがですね、上昇するためのどういった経路を通るか、そういった計算をやっています。これ H2A のロケットの場合の計算をやっているんですけども、その場合ですね、60度経った時にだいたい燃料が100トンぐらい使われます。だからロケットが300トンですから、すでに3分の1まで使われるわけです。それをうまく大気圏の酸素を使うとですね、そのだけ貨物を増やせるということになります。小林准教授の挑戦はこれからも続いていくのかの。このラブロケットエンジンの実現にいろんな課題があります。で実際ロケットが飛ぶにあたってはですね、横風が当たるとここの空気がうまく入ってこないとか、そういったケースが考えられますので、そういったロケット本体とそのエンジンをつけた状態でシミュレーションして、どんな飛行状態でも空気がちゃんと入っているかどうか、そういった計算をしなくちゃいけない。でその計算は非常に大変でして、まずそれができてですね、それでこのエンジンの実現性を見出すことが大きな課題となります。崇城大学工学部宇宙航空システム工学科の活躍がますます楽しみじゃ。